川本家半熟卵絶対成功マニュアル。1、冷蔵庫から出したての卵を用意。急いでるときは冷蔵庫から出してすぐ茹でることが多いですよね。2、卵の底に小さい穴を開ける。平たい方がそこです。やけー、卵穴開けて。穴を開けておくと鍋の中で割れにくくなる。5秒でもか。3、沸騰したお湯で8分茹でる。最初の2分くらいは箸でコロコロする。黄身が中心に来る。4、お水にとって冷ます。冷まさないとどんどん固まってしまう。くー、これでいつだって安定した半熟卵ライフが。長かった。今までの硬さのばらつきは室温に戻った卵、冷蔵庫から出したての卵、この2つをごっちゃにしていた